阪急電車の淡路駅に来ております。今日は淡路駅の高架化工事ですねを取材したいと思います。淡路駅の新しい駅舎ですね、の工事ですね。阪急淡路駅から、重曹方面ですね、大阪方面に進んでおります。すごいな、橋桁がこう設置される寸前なんでしょうね。はみ出てますね。この黄色いのは工事をする、クレーン設置をする機械なんですよね。わあすごいな。どうなってんの。どういう状態なのな。だからこれに。橋桁を、あ、なんかな、カナス、これは直前の工事なんやろね。すごいですね。淡路駅のすぐ、これは重曹寄りですね、小川踏切に来ております。ここからですね、こちらが、千里線の、天神橋6丁目大阪市内方面ですね。で、こちらが淡路駅ですね。はい、進みます。で、こちら、今警報器が鳴っているのが、阪急の京都線ですね。京都線になります。ちょうどこの辺りで、千里線と京都線が分岐する地点ということになります。京都河原町の急行電車がですね、今通過しております。ここ向こうが小川踏切で、ここは国継踏切道というらしいですね。すごいですね。淡路駅を出てすぐのあたりはですね、これ上下での高架二層構造になってますね。すごいな、要塞やな。この国道、まあ大きい道ですね、これがこの下を通って、向こうとつながるんですね。今はもう寸断されてますね、阪急電車によって。ああなるほど。もうすごいな、これは。あ、通行止め。で、向こうが、京都線の高架、ですね。こう渡って向こうと新大阪の方につながるということになりますね。淡路駅と国島駅のちょうど中間ぐらいだと思います。阪急電鉄の学童踏切道に来ております。こちらですね、高架二層構造ですね。上り線、下り線、二層構造の高架がもうできてますね。ここが今、地上を走っております。阪急の千里線ですね。で、こちらが大阪方面ですね。天神橋、6丁目の方ですね。方面見ております。こちらはまだですね、これからですね、高架の基礎工事をしているんでしょうね。ここからまだまだ、これからですね。踏切をなくして安全快適な街へ、高架化する駅、淡路駅、宗善寺駅、下新城駅、国島駅。乗客踏切数17箇所、付属街路8路線 5.9 キロ、
すごいですね。まあ、こんな感じですね。阪急淡路駅から国島駅方面ですねに走っております。この辺りでは高架化工事の前、基礎工事ですねが行われているようです。しばらく行きました。この辺りでは、橋脚ですねの、建設工事が行われているようですね。この現場の向こう側は国島、浄水場ですね。国島水道局、水道の大きな施設がありますね。六階池踏切、こっちが淡路駅方面ですね。でこちらが国島駅方面ですね。こちらは国島方面にかけてはもう高架ができてますね。ここはもう完成してますね。もうこの辺になりますと、上下横ですね、まあ、1階層、での高架になります、まあ、通常の高架ですねというふうになりますね。六階池踏切道からさらに、国島の駅ですねを目指して進みます。大宮通り踏切道に到着しました。踏切に来ました。こちらがですね淡路駅方面ですね。もう高架が立派なのできてますね。こちらが国島駅、もうすぐそこですね。国島駅見えてますね。今電車が止まってます。ここももう高架は国島駅にかけてできてますね。こっちが、国島水道浄水場になります。大宮踏切からさらにですね、国島駅、もう国島駅のホームが、到着しましたね。阪急国島駅に到着しました、2面2線の対面式地上駅になります。阪急電鉄京都線千里線連続立体交差事業案内が載ってますね。国島駅は平面上り島式ホームですね。2線1面の島式ホーム、上下上り上下線上り線という感じですね。こちらが国島駅ですね。淡路駅方面ですね。すぐそこで高架まで高架ができてますね。でこちらが、天神橋6丁目大阪市内方面ですね。こちらはまだですね、
できてないですね。ここで途切れたような感じ。ここで途切れた。ここは今こう基礎工事なんでしょうね。やってますね。これからですね、この辺は。国島駅からですね、さらに大阪市内方面ちょっと行ってみます。これが、右側が既存の、地上を走っている線路ですね。向こう側に高架の建設現場、まあまだ何もというか、これから、建設が始まるような感じですね。が続いてますね。もう間もなく淀川の土手にかかるんでしょうね。なるほど。うわ、すごいな。へえ。多分今の、それはね、仮の線路なんよね、今の走っている線路っていうのは。もう分かんないな、なかなか複雑な工事やね、これ。ああ、で、こうつないで、淀川を渡る鉄橋につながっていきますね。下をくぐっていますね、橋桁 2.2。制限時にここをくぐって、ここからに渡りますね。どんな感じだろう。新しい。ここからも土台はできてますね。なるほど。ちょっとよくわかんないな。どうなるやろ。なかなかなんか複雑ですね。淀川キリスト教病院ありますね。そしたら、国島駅からですね、また淡路駅の方に戻ってみたいと思います。ここはもう高架がすごいな、立派やな。高架がね、完成してますね。阪急千里線ですね。国島駅から今淡路駅方面に向けて、撮影しております。この辺はですね、もう高架が、完成してますね。その向こう側を今ですね、地上を阪急千里線走っております。大宮踏切に来ております。そうですね、ここからも、しばらくは高架、しっかりしたのも完成しておりますね。ここからは高架が、ここはまだ未完成、今、基礎工事をしているようですね。ここからは橋脚が今できてますね。すごいな、鉄筋を入れて一つずつ手作り。
な、大変やな。大型クレーンですね。まあ資材を運び入れるんでしょうね。基礎工事が行われている。あ、通り抜けできんのか。すごいね。すごいですね。で、ここから徐々にまあ上下から平行に行くんでしょうね。すごいな。淡路駅から国島駅方面ですねの、高架化事業の進捗を、撮影しました。かなりですね、もう完成していますね。ただ一部ですね、まだ基礎工事が始まったところも箇所もありますので、まあ完成するのはまだちょっと先のようですね。最後までご清聴ありがとうございます。またお会いしましょう。